じゃあ編集者が作家に対してこうお願いすることは、あなたの星を出揃わせてくださいと、あなたの心情を書き尽くしてくださいと、とにかく全ては作家さんの中にあるんだと、作家さんがそれを書くことで自らが救われるものかもしれないし、あるいは作家さんの人生の集大成的なものになるかもしれないし、とにかくその作家が書く意味がある、必然性があるものじゃないと、なんか僕としてはまず乗れない。ここから先にお題をいただいてるんですけど、ここら辺はちょっとあんま考えてなかったんで、今、普通にシンプルに回答しようと思います。普段の生活での意識、企画の種を探したりするために普段の生活でのインプットなどを意識していること。企画の種、まあ、2つあって、1つは面白い人に会うということ。面白い人に会うっていう時に大きく分けて、こう今存命の人に会うっていうのと、もう死んでる人に会うっていうのがあると思うんですけど、でその存命じゃない人に会うっていうのは、まあ、例えば一番分かりやすいやつと本だとか、まあ、そういったもので、先人たちが残してくれてるものに触れて、それでインプットすると、映画でも何でもいいんですけどっていうのと、まあ、今存命の方々に、まあ、今皆さんにお会いしてるような感じで会うと。いや、どっちもめっちゃ大事なんですよ。どっちもめっちゃ大事だし、なんならそのもう死んでいる偉大な先人たちにの思考にアクセスできる本とか映画っていうのはかなり最高だと思ってるんですが、それが重要なのはもう当たり前すぎるんで割愛するとして、実際に面白い人に会うっていうことが、まあ、本当はめちゃくちゃ大事なんじゃないかなと、なぜなら今面白い人だからっていう、これ今面白い人っていうものがまあめちゃくちゃ重要で、でなぜなら、世の中に溢れ返っている、まあ、コンテンツとかで売れたりするものっていうものは今面白いものなの で今面白いものを作りたかったら、それは今面白い人に会った方がいいだろうっていう、まあ、非常に、まあ、当たり前かつ、それはそうだろうっていう内容なんですが、なんかこれが、軽視されがちなのかなみたいなふうに思ってるので、そこら辺はまあ分かんない、こういう場にわざわざ参加している皆さんだったら、まあ、それはそうだろうっていう感じなのかもしれないですけど、まあ、これを繰り返し言ってもいいかなと思っています。もう一個大事だと思ってるのは、今自分が興味関心があるものをインプットしないと、普通にまあ見たり聞いたりわざわざしたとしても普通に忘れるっていう、興味ないしっていう、だからわざわざなんかこう教養を身につけるためにみたいな感じで岩波文庫に手を出すとか、まあ、いいとは思うんですけど、そういういわゆる多読乱読から生まれる重厚な教養みたいなものはあるとは思うんですけど、まあ、そこまでめっちゃ頑張れないのであれば、普通に素直に今自分が興味関心があるものを見たり聞いたりする方が圧倒的に吸収効率が高いと思うし、なんか、それがいや分かんないよっていうのであれば、自分がいろんなものに興味関心を持てるような、まあ、環境とか、 なんか仕事だりを、すると、自分が能動的に何かを摂取したくなるような、場に身を置くということがなんか一番、早いんじゃないのっていう気は、しています。せっかくなんでいただいたやつ答えます。キャリアについて、はい、キャリア、2つ質問があって、若手時代、若手の頃働く上で意識していたことっていうのと、独自性の出し方、自分の色を出して活躍するために特に意識していること。はあ、若手時代、若手の頃働く上で意識していたことは、怒りのエネルギーで、若手の頃はまあめちゃくちゃやっていて、でその若手の、まあ、いわゆるヒット作出してない状況っていう時は、なんかそういった怒りのエネルギーが、まあ、僕はかなり、仕事をやる上でドライブ自分をドライブさせていた要素だったの でこれを今もう生活が何だろうな、生存が保障された状態で、ある程度の社会的なあれも保障された、あの、ね、マズローの三角形を出すまでもなく、満たされている状態でどうやってやっていくのかなみたいなことは結構、今の課題となっています。その怒りに変わるエネルギーをどうやってこう自分が、これから自分をドライブするために獲得していくかっていうのが、まあ、正直分かんないので、そこら辺はなんか同年代の方々とか、まあ、そういったキャリアに差し掛かってる人とか、あるいは先輩から話を聞きたいなと僕自身が思ってますが、もう一個、独自性の出し方、自分の色を出して活躍するために特に意識していること。これは
自分の色を出す、どうなんだろうな、だけど少なくとも世界に一つだけの花とか金子みすゞさんのみんな違ってみんないいじゃないけど、まあ、結局まあみんな色はあるだろうっていう、でそれがあるように見えるとかないように見えるっていうのは結局まあ自分をさらしてるかどうかだけだろうというふうに思っておりまして、で僕の場合は自分をできるだけさらそうという意識がまあ強烈にあります。作家さんに対して自分をさらしていかなければ作家さんは僕のあらゆる発言意見アドバイスとかに対してそれは どの立場から言ってるんですかと、あなたがつまんない、これちょっと面白くないですねって言ったとして、いや私は面白いと思ってるんですけどっていう、ただのこう価値観バトルみたいなものになってしまうので、それではまあ全くこう建設的な議論にはならないと。なので僕のこう僕はこの立場から物申してますよと、こういう価値観を持っていて、こういうものをかっこいいと思っている、こういうものをダサいと思っている、こういうことを恥ずかしいと思っているという人間がこの作品をちょっとちょっとここがかっこよくないですねって言ってますよっていう、そういった座標を示すことが作家に対峙する編集者の役割として、あるいは人と人が対峙するときにコミュニケーションの端緒前提として自分が何者であるかを示さないとどんな会話もできないだろうというふうに思ってしまうので、自分が自分を晒すことっていうのを結構大事にしている、先輩からの教えもあって大事にしているんですが、そうですね、先輩の言葉を借りるとパンツを脱げという言葉になるんですけど、そういったことをすごい意識して生きていると。この裏マンっていうドキュメンタリーとかもそうですし、あるいは僕の Twitter かっこ新 X を見てくださってる方からしたら、こいつはダラ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 となんかこう自分というものをねこう出していって、なんかそれはもしかしたらなんかうざいなと、なんか承認欲求なんじゃないかと、いろいろあると思うし、実際承認欲求が手伝ってる部分も多分にあると思うんですが、一応建前というか僕の理論としては自分という人間を、は知ってもらえば知ってもらえるほどいいと、そしたら自分の僕のことが嫌いなやつは去っていくし、好きな人は寄ってくるということで、かなりいいことづくめであると。でそれが前提としてないと、作家さんも、この人何を考えてこれがいいとか悪いとか言ってんのみたいなことが、判断できないと、っていったところから僕はとにかく、できる限り自分を、ありまま晒す、そして僕のダサい部分とかなんか、しょぼい部分とかきつい部分があったらそれはもうそれも知ってもらいたいと、そういう人間なんですよっていう前提の上でコミュニケーションを取りたいというふうに思っているので、そういったことを積極的にやっている方の編集者なんですが、それをやればというか晒していけば、先ほどの誰しもに色があるだろうという前提の上でいけば、勝手に独自性は結局出るんだろうなというふうに思っています。今のタームだとまだその分かんない、皆さんがやってらっしゃるお仕事、いわゆる黒子と呼ばれたりする仕事だと、その自分を晒していくみたいなことがまだそんなにこうメジャーじゃない中でやってるから、多分僕のその独自性みたいなものってなんか人より晒してんなと、なんか人より世に出てるなみたいな、だからぶっちゃけそれぐらいなんじゃないかなというふうに思っていて、それってけどみんながそういうことをやりだしたら埋もれていく独自性だと思うので、そこから先の勝負になってはいくんですが、でもそれは僕はあんまり心配しないというか、だってみんな違うしっていう、みんなコアの部分にあるやつは 変だと思うから、こんな仕事をしてるやつは。で、もし変じゃないですよと、あなたは全てを晒してくれたけど独自性ないですよと言われたら、そしたらこういう仕事から、去ればいいというようなふうに、思っていますと。キャリアにおいての目標について、キャリアにおいての目標について、僕はあんまキャリアっていうことをこう意識したことがなくてですね、なんかあんまりつどつどその時一番楽しいことがやれたらいいんじゃないかというふうに思ってるので、自分がこのまま、漫画編集者をやっていくのかどうかも、正直あんま分かんないんですが、けど今は漫画編集者が一番楽しいから漫画編集者をやっていると、だから目標っていうのはあんまり考えてないんですが、少なくとも超近々の目標で言うと、その人生の、自分のオールタイムベストとなるような、漫画を担当できたらいいなっていう、すごい個人的な、ミッションと、あと自分がめっちゃ、好きな漫画がめっちゃ生まれるような、場が作れたらいいなというふうに思ってます。その場っていうのは、それがレーベルなのか、なんかどういった場所なのか分かんないけど、
もしかしたら趣味の集まりかもしれないし、勉強、こういった勉強会かもしれないですけど、自分が好きなものがめちゃくちゃ生まれる場っていうものを作りたいなっていう、この2つですね。はい、出版社から見た映画会社、テレビ局などの映像会社について、各会社をどのように捉えていて何を期待しているのか。これは難しい質問なんですけども、大きくは2つで、1つは、めっちゃいいもん作ってくださいねっていうことと、でもう1個は、それによってめっちゃ本が売れるようにしてくださいねっていう2つ。そうですね、このめっちゃいいもん作ってくださいねっていうものの中に、いろんな、例えば作家さんが、心から満足できるものを作ってくださいねとか、単純に世間の評価が高いものを作ってくださいねとか、いろんなものが含まれてるんですけど、とにかくコンテンツとしていいものを作ってくださいね、それを世に出し方として、世に出す方法とかものスタンスとして、本がそれによってめっちゃ売れることをビジネス的には、期待していますので、そこのところ、どうかよろしくという気持ちで、各会社さんと付き合っています。はい、独立転職のタイミングについて、千代田さんは自分ならどんなことをきっかけにして考えるのかお聞きしたいです。今のところそれは思ったことはないんですけど、単純にこっちの方が面白そうだなというふうに思ったら行くんだろうなというふうに思います。暫定、さっきも言ったように、僕は漫画ワンで漫画編集者やりたくて小学館に入ったので、でかつまだここで、やりたいこととかやって楽しいことがたくさんあるので今漫画ワンにいますが、普通に独立転職とかじゃなくて移動に関しても、いやいやそっちの方が面白いんじゃねみたいな風に思ったら移動希望を出すだろうし、小学館にはもうそれはないという風に判断したら独立転職を検討するんだろうなという風に思います。はい、次は、絵のうまさと漫画の面白さの因果について。はあ、絵のうまさ、うまさって何なんですかっていう話なんですけど、僕はあんまりこうまさに肯定していることはなくて、正直魚田さんもその絵がうまいかと言われたら多分うまいとは言われないと思うんですけど、でもめちゃくちゃいい絵だと思うので、うまさと面白さの因果はなんかそんなに考えたことがない。その面白さが伝わる絵だったら何でもいいだろうというふうには思ってますね。が一方で、うまくないと、メジャー感は得られにくいというのはあると思います。というのは、その書店とかもしくはインターネット上で、漫画という作品に触れるときに一番最初に目にするものは絵なので、そこでこう一定の、強度というかうまさがないと、そもそもこう何ライン切りされる、可能性はあるなとは思っています。だからそこら辺が結構難しい塩梅というか、例えばウェブ上で、原作者さんの絵で連載しているこうインディーズの漫画みたいなものが、商業化するときに、作画家さんが入って、綺麗な絵でリメイクされるってことが結構よくあると思うんですけど、そういったときに失われる面白さっていうものは間違いなくあると、思っていて、そことそのうまさによって新たに獲得されるメジャー性みたいなもののせめぎ合いっていうのは、結構むずいなというふうには思ってるんですけど、でもそこをね、うまく原作の面白さを損なわず、やるという作画家さん、さらに、200% にする作画家さんというものが、これはめちゃくちゃいい作画家さんだと思ってるので、だから本当に僕がそういう原作作画別の作品を手掛けるときは、うまいかどうかじゃなくて、その原作の良さを、増幅できるかどうかと、みんなそういうふうに考えてると思いますが、そういった目線でやっていますと。ラストが2個目、最近面白いと思ったエンタメとその理由、かっこ漫画から1つとそれ以外のジャンルから1つ。すごいめんどくさい質問ですねこれ。たくさんあるな。ネズミの初恋とかね、普通の軽音部とか、ちょっと前のあと最近テセウスの船を読み返したりしてめっちゃ面白いなとか、いろいろありますけど、いろいろありますね。強いて言うなら、現代思想っていう雑誌があるんですけど、それの、今月号6月号が、友情の現在地っていう、友情の現在っていう特徴なんですけど、最近の僕の興味関心がその友情とかその友達って何なんだろうみたいな、ことだったので、これはまさに興味関心に基づいて、おラッキーと思って読んで、めっちゃ面白かったっていう。だから現代思想、今月号6月号ですかね。はい、漫画はめっちゃいろいろあると。最後、この後輩は一緒に働きたいな、育てたいなと思う要素。
まあ、やる気があることですかね。やる気があるということ、やる気があることと、その吸収することに対して、吸収というか成長というか、やっていくことに対して、まあ、めっちゃ誠実であることで、あることって感じですかね。自分がより面白いものを作りたいとか、よりこう打ち合わせ上手くなりたいとか、なんかそういったものに対して、うん、ごまかしがないっていう、人だと、めっちゃ後輩にしがいがあるなと思いますね。だからめっちゃけミスってもいいし、なんか失礼があってもいいし、めちゃくちゃやらかしてもいいんですけど、なんかそれが全部その俺が、そいつがこう最高の究極の漫画編集者になるぜっていう、道すがらにあることであれば全部許すし、それに対してこうごまかしてほしくないっていうことですかね。まあ、まあ簡単に言うと、ミスった時にあんまこうなんか言い訳とかいらないよみたいな、普通にそのミスって絶対誰かするし、やったらまあそれは成長だってことで OK みたいな。だから分かんない、最近なんかこう、まあ、僕自身がそういう気質を持ってるからなんですけど、なんかミスった時に、なんていうのかな、こう謝ったり、そのごまかしたりなんかするんじゃなくて、なんかミスった原因を分析して次回以降こうしますみたいな喋り方をする人って、なんか人の気持ち分かってないよねみたいなツイートがバズっていて、なんか ADHD 的な気質だよねみたいなことを言われてたんですけど、まあ、めっちゃ僕そうしちゃうし、全然そういうやつの方が好き。その謝るとか正直マジでどうでもいいから、謝んなくていいから、これによってじゃあ次はどうすることができるんだみたいなことを、まあ、言ってくれた方が、まあ、僕は嬉しいしいいじゃんみたいな風に思うんですけど、まあ、でもそういうことをやっていくと炎上するらしいので、まあ、適度に謝ったりすればいいと思うんですけど、まあ、なんかそういう、そうやっていくっていう、その面白い作品を世に出す、そしてそのめっちゃ売るっていう、この究極目標に対して、ごまかしがなかったら、まあ、めっちゃ何でもいいぞっていう、そういう人を後輩に迎えたいなと思ってますと。はい、ありがとうございました。テレビ朝日の帽子にと申します。私もまだ社会人1年目で、うん、梶川配属さんで今、うん、どこにも配属されてないんですが、ドラマ映画制作規模で入社させていただいて、その将来ドラマ映画のプロデューサーだけではなく、国際ビジネスとか個人的にアニメとか漫画のめっちゃ好きなので関わったらいいなと思っています。今そのまだ研修してる最中なので、日々結構会社の人間だけではなく、制作会社とか出版社の方もいっぱい人に会ってて、正直膨大な困惑を毎日あるので、その中本日こういった貴重な話を聞いてすごい勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、あの大阪のテレビ局の関西テレビというところ の、うん、あの東京支社で今アニメを担当しています、はい、岡崎と言います。実は仕事と関係なく個人的に漫画を描いてまして、あの担当ついてもらって今あの新人賞を目指している段階なんですけど、まあ、作家に編集者が求めていることだったり、編集者が普段何を考えて作家と接しているかというのがすごくもうゼロ距離で知れたので、大変勉強になりました。ありがとうございます。ウラマンっていう、はい、ウラマン見てます、見てます、はい、ちょっとだけインタビューとかって聞いても大丈夫ですか？いいですか、はいはい、いつも逆に撮る側、僕テレビ局なんで AD やってたんで撮る側だったんですよ。だから断られた時の悲しみを知ってるんで受けます。ありがとうございます、はい、優しいですね。いやいや、今テレビ局で、はい、漫画を描かれてるんです。あ、そうなんです。あの漫画は別に仕事では、テレビ局としての仕事ではなくて個人的に描いてます。はい、なんでそれを描こうと。もともと漫画が好きで、大学時代も漫画描いてて、漫画家になりたかったんですけどなれなくてテレビ局に入って、で今僕テレビ局でアニメを担当してるんですけど、そのアニメを担当したら結構関わる人が、それに近しい人が最近増えてきて、やっぱり漫画やりたいなっていうので自分で描いてますね。会社には言ってるの？それ言ってないんですよ。いや一応副業は OK にはなってるんですけど、でも言いづらいかもしれないですけど、はい、やっぱり最終的にはテレビ業を辞めて、はい、漫画家さんで食べる。そうですね、やっぱ人生の最終目標が漫画で生きていくことなので、今の仕事もめちゃくちゃ楽しくてやりがいがあるんですけど、そこのチャンスが来た時にそれを不意にしてしまうのは多分人生で一番後悔するので、それは多分漫画家が目指すと思います。でも言ったらテレビ局の仕事もあって、はい、いつ書いてるんですか？いや
だから夜仕事を終えて帰ってきた時とか、あとは結構早朝に起きてやるのが多いです。朝、あとは土日。はい、まあ、何時ぐらいに起きてるんですか？6時とかで、結構出社が遅いので、あの家を9時過ぎぐらいに出れば大丈夫なので、6時に起きれば、まあ、3時間ぐらい使えたりするので、それが貴重な時間はい、なるほど、だったりします。嘘は喋ってないというか、全部本音で喋れたので、こう素材的なものは提供できたかなっていう。それはあとはうまく咀嚼して解釈してチネクリしてほしいなっていう感じですよね。